要するこういうナイト真夜中の間の時間帯はいどうも、えー、こういうナイト間の時間帯がやってまいりました、えー、1月の27日,日号となります、えー、1月最後の放送です、えー、今晩もよろしくお願いします 出演者のご紹介します。前衆議院議員の長尾隆之さんです。はい、こんばんはよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。え、そして中野国会議員の吉田幸一郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうも。えっ、ー、とですね、あのさっきですね、番組始ま始まる前にスタッフの方々と打ち合わせしている時にですね、初めて聞いたんですが、実はあのみんなね、ま 最初のそのジングルがですね魔の時間帯ってみんな思って,思ってたんだけど作った本人はねそうじゃなくてね真夜中の前の時間帯という,いうそういうふうに考えてたらしいんですよねところがみんなが魔の時間帯としか聞か,あの聞かなかったということでそれで、えー、イーブルタイムってことになっちゃったんですね <laughs> 悪魔の時間帯ということで。えーはい、ということで 実はその間の時間帯がですねずっと広がっちゃってですね日本を今覆い尽くしてるって感じがしますねいろんなニュースを見ててもですねもうどうしようもないですねで例の自衛官の処分問題あれはだからその通達にを見直しに着手したってことは間違いないんですが要するにえー その見直そうという動きが中では起きてるんですけどもあのことに関しては規律ということで、えーまあかまあ、処分といっても、まあ、軽い処分といえば軽い処分なんですがしかし、えー、それはやっぱりあってはならないものだというふうに多くの人は考えてると思うんですね、えー、でまあそういうことになったということまあそれもそうですそれとまあ連日去年のもう11月からですけどずーっと とと言われてるそのの政治と金の問題がですねどうも本当にね意図的にですね論点がずらされた状態でずっと報道されているということそしてそれ誰がやってるのか誰が得してるのかっていうことですよまあその辺をですねちょっと今日話ができればいいなと思ってます。それと あの、東アジアが風雲急を告げてるんですね。本当にね。あの実は台湾問題ではなくて、朝鮮半島問題なんです。で、それもちょっと。触れようと思います。じゃ、あ今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。じゃスタッフティーさんお願いします。 ははいいそれでは早速参らせていただきます自民不起載事件の行方ということで1番から紹介させていただきます中間取りまとめと次の焦点は再捜査というふうな話です1番吉田さんがリポストされています有敢富士編集局さんのポストです自民党は政治改革案の中間取りまとめを了承しましたただ政治資金規正法厳罰化をめぐり連座制導入や外国人によるパーティー券購入禁止には踏み込みませんでした ザル法法治と言われかねませんというふうに言われていますそして2番これそうなんだというふうに思ったんですけども再捜査が次の焦点に安倍派幹部ら不起訴も永田町は戦々恐々パーティー収入不起訴事件というふうな産経の記事が出ておりました中を抜粋して読ませていただきますとまあ池田義孝議員,議員がいやひとさ,さんが起訴されましたけども今後の焦点は派閥の政治資金収支報告書への不起訴について 不起訴となった安倍派幹部らと自身の関連団体の不起訴について立件されなかった数十人の安倍派議員らの再捜査に移る警察審査会の審査はいつ始まるのか東京・長田町では今安倍派の議員や秘書を中心にそんな心配が取り立たされている安倍派パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載せずに所属議員にキックバック、還流していたことをしていたとされ会計責任者は同法違反 違反罪で起訴されたものの幹部らは権威なしで起訴とされたただ告発した神戸学院大の上脇さん、上脇さんですかね、教授は検察の処分を吟味する検察審査会に審査を申し立てる方針を示しているということで、再度その捜査があるのかというふうな、なんかちょっとこの記事はちょっとびっくりしましたねで。ちなみに参考資料として3番、アビルさんの1月26日のポストですけども、言論テレビでの高安幸元 特装検事の注目コメント。朝日の安倍派協調は安倍さんが敗戦利権を潰そうとしたから、検察は小つぶりになった政治家を舐めているしっぺ返しはないから、検察ファッションという批判を受けても仕方がない点々点,点っていうふうに言われています。こちら西島さんお願いします。はい。まああの違った論点が全く出てこないままのね、三ヶ月の政治資金違反問題ですね。えー まあそれが裏金問題とかですねそういう言葉にどん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 すり替わってえ意図的にそういう言葉だけが独り歩きしてそして派閥というものがとにかく悪なんだというそれをですねえ多くの日本人がその共有してしまうようなねそういう情報空間がずっと出来上がってきたんですね。それで考えてみますと えーまあ、今の,その紹介してもらったアビルさんの、えー、こともそうだけどあのまあ検察元検事の人ですよねそういう発言をしたっていうのはだからその特捜部っていうものはね一体何のためにできたものかっていうこと内閣法制局とすごく似てるんですよ実は東京地検特捜部っていうのは。それは何が似ててるかっていうと 日本が占領中に日本を締め付けるためあるいは監視するためにできた機構なんですね。日本の占領中に。誰が占領していたか。ご,ご承知のように、まあ、連合国ってことになってますがアメリカなわけですね。GHQ ですね。まあそういうことをね、えー、踏まえてちょっとあの自由にですねお二人のご意見を聞きたいんですね。 えー、じゃあ、まず永尾さん、どうでしょうか、今の,その紹介してもらった報道へのコメントも含めてお願いしますあのそれぞれ論点がね全然違うので、まあ、私はあくまでも政治家の側からあのお話をさせていただくとです、ね、政治の側が一番嫌がるのは、連座制の,あの法律、明記なんですよ。うんえー、これを まあ、させないように、ありとあらゆる論点のすり替えを行っているというのが、うん、今の永田町の動きですね。はい、で、連座制になると、仮にですよ、えー、前科にはならなくても、罰金刑になれば、その時点で5年もしくは 3, 3年間の公民権停止。 で現職議員が公民権停止になれば、その時点で失職、はいえー、あるいはその後の選挙にも出れなくなるということなので、今、永田町の議員サイドが、とにかくこれだけは絶対にさせちゃいけないよねって思ってるのは、連座制なんですよ。うん、えー まあ外国人のパーティー権問題はまた別の違う畑の議論でそういう考え方があると思うんですね、要はこれだけは困ると、特に高知会なんか多分そうなんだと思います。はい、ですから、まあ、あの原因が一番 困るのは連座性の適用なんで、まあ、できるだけその論点を他に反らさないようなあ世論形成が必要だと思うものの、えーまあ、例えば高井さんの、えー、ご指摘もしっかり、ビ、え、ル、ー、さんのご指摘もしっかり、えー、外国人パーティー権問題をなんで禁止しないんだっていう、そういう議論もしっかり。えーうん、ですから一つ一つつが あの縦割りでもっと深掘りされるようなあの世論展開にならないとしんどいかなっていう感じがあのしています、私は。はい、はい、よくわかりました、つまりね、ああの名尾さんおっしゃったことは、それだけ多くの問題が異なったあの分,分野というかね、切り口でもって、そうですこの問題が少なくとも3つ、大きく分けて、3つの問題が、 あるわけで次元が違うものなわけですよそうですでところそれぞれに大切ですところが報道はですね、えー、それを全くそういう説明をしないでですねそういう構造の説明をしないでえー、全部一緒くたにしてそれと,とにかく派閥が悪い安倍派が悪いそうです裏金が悪いそれだけになってるんですよあの拡覧されているよう、ね、なことは長尾さんが指摘したその 三つの切り口に分けて、それぞれをどうするかっていうことを追求しなければいけないんだけど、それが全く行われていないってことなんですね。おっしゃる通りです。ええ、はい。さて、吉田さん、いかがですか。はい。本当に、この、問題、あの。よの、いや、イメージと、まあ、中身のちょっと、こう、ずれが、あ、な、うん、っていうのは、あの、感じますね。で、たし、確かに、全く、その、まあの、問題が。 完全にずれてるわけじゃなくて、当然重なってる部分もあって、うん、本当にあの安倍派というかね、あの清和犬の、えー、議員の皆さん、あのーまあ、例の不記載の,あのことは、本当にねあの、こういうふうになるって、なんであの思ってあの、安倍さん亡き,泣き後にあとにせっかく全部ちゃんと載、えー、せるようにしましょうっていう、その動きを。 ひっっくり返してしてまったのかなもう本当に、ね、あの後悔先に立たずじゃないですけれども、そこがやっぱりその、まあ、清和犬の中の、な、ま、ん、あ、だろう、えー、なんか言い出せない、あのー、雰囲気というか、もしそういうものがあ,のあったのであれば、やっぱりそれはあの派閥の悪い面なんですよね。うん、ああの他の 当然、派閥にはいい面があると、教あの新人の教育だとか、いろんなことあると思うんですけど、正しいことを、えー、自分はその、えー、上級の議員に対してあの、上席の議員に対して言えないみたいなものが、あの今回は安倍派というかねあの、えー、清和権に出てしまったとしたら、やっぱりあの派閥の良くない機能が、えー、起きてしまった。そそううううういいい意味ではそういうことが起きないようなよ えー、気候の改革というのは絶対に必要なんですけども、それがどうやったら起きないかというと、派閥の解消をして、ですね看板を掛け替えて政策集団というふうに名乗ったから解決するわけではないので、あのそこは本当は、えー、岸田さんはね、自分の派閥の解散まであの思い切ったこう行動で取る決意があったんであれば、なんていうかな、パフォーマンスではなく、 本質論に踏み込んだ何か改革のこう議論、その改革本部でやって、ですね、提示をするということが必要だったと思うんですが、この間出たそのまあ中間報告だかなんだかわからないですけど、あのまあ何も当たり障りのないことしか出ていないというか、あのまあ誰かにとって痛,痛くないこと、あのこれはこの人にとって痛いからちょっと言えないな。 こっちの問題はこの人にとって痛いから言えないな、みたいな、やっぱりねあの、えー、よくまとまるんじゃなくて、悪くまとまったっていうかですね、うん、あのそういうものに出してしまったので、えー、もうやっぱり国民としては自民党が生まれ変わったとは到底思えない。でまたまた、派閥を政策集団に変えると言い出したタイミングも悪すぎるというかね、あのそれが本音かいみたいにしか思われないタイミングで、 いろいろやってみて、だめだったから、もう自分たちも死ぬ思いをして、結局、派閥のようなものができてしまったみたいな、なんていうかな、葛藤があの見られないというかね <laughs> あの、頭の体操をやって終わりみたいにどうしても見えてしまうので、これがいけないなと思います。で、この、えー、私もリツイートした、本当は国民が一緒だと思っているのは連座性。要するにあの 裏金みたいな問題が起きたら、裏金というか、あの不記載というか、なんというか、いずれにせよ、問題が起きたら本人に責めが及ぶと、こういうことじゃないと、議員はやっぱりあの本気であのそれを払拭させないですよ、本人に責任をあの届かせないと、そしてあの今回とはちょっとずれる、別の問題だけど、国益からすると、絶対に必要な、これまで全く論じてこられなかった外国人の。 えまあ形を変えた偽造した献金であるパーティー権、これについても、この木にあのちゃんと踏み込まなきゃいけないのに、これもえ誰かにとって痛い,な痛いからなんでしょうね、踏み込まない、これではえ誰も自民党の、なんていうのかな、自己改革を信用しないだろうなと思いますあの安倍さんの件でちょっと補足させてもらっていいですか。はいどうぞえ,ーえーとですね 安倍さんがあのずさんな派閥の会計について知って、えー、これはもうやめようというふうに禁止をした、うん、で今でこそすべての人がそれを知るところになっているわけなんですけど、私が聞いているのは、当時はですねその話は、派閥の事務局長、今回立件された松本さん、それと前後の まあ事務総長つまり議員この枠組みの中だけだったらしいんですね。えー、でそ,ういうその時にやり取りを知っているのはそ,そ,それしかいなかったということですねそ。そうなんです。えー、で当時私もあのそういうやり取りをしやってるってことを知りませんでした、えー。ほとんどの議員がそれを知らなかった。うん、ところがですね。 どうも、その役員のそういう派閥の事務総長クラスの非常にこう狭いクローズの世界の中で、なんかそういう議論がされてるらしいよということを聞きつけた、何人かの議員が、いや、それはダメだと、続けろというような意見を言ったってことは、どうも事実みたいなんですね、はい。で、そういうやり取りがあったとっいうことが、派閥の総会で発表になったわけでもなく、うん、 ですから、なんかちょっと一部には、そのまあ、私も含めて、まあ、私はそもそもその時ににの議員じゃなかった、もう落選してたんで、はい、その場にもいないわけなんです、えーでまあ、今でこそそういうやり取りがあったんだということで、清、まあ、和県の全部の議員が、ですね当時あのはは、安倍さんがこれを全部の議員が禁止していたものを、ですね安倍さんを全員が裏切って、 再開させたというようなちょっと論調があるんですけど、それは実はちょっと違う部分があるので、極めてクローズの中でやられていたというところだけ、ちょっと補足だけあのさせてください確かに、それが本当にオープンの場でね、そんなことがあの取り沙汰されるような状況だということは、大騒ぎになります。 もっっと騒ぎにな、えー、にってなかったんです止まってたかもしれませんね、本当にね。な、えーまあ、だからそれがその派閥の弊害の一つかもしれないわけでね、ああの派閥がもちろん、うすべ、ねうん、て悪いわけじゃないんだけど、悪い面もいっぱいあるわけで、その弊害の一つっていうのは、今のようなそういう議論というものが。あのうん オープンな場所では絶対にオープンじゃな,いなかったんですよ。えー、だからそれはご,ご指摘のとおりです。はい。それで一言いいですかはい、どうぞ。これね、あのー、典型的な日本型社会の大問題なんですよ。うん、あの日本では真相を解明して責任のあり方を追求することを非常にね、嫌な言葉で言犯人探しっていうんですね、うんで。その犯人探しっていう言葉には、 本当はその人には責任がないんだけどあの、まあえー、偽のシンボルとして吊るし上げられるみたいなあの意味合いを含む言葉なので、責任はたくさんの人にあるのに、1人に絞り込んで、その人に責任を押し付けるみたいなイメージがあって、犯人探しということが悪いことのように言うんですけど、これは、ねうん、日本の社会に一番悪いところで、犯人は探さなきゃいけないんです。でそして、その人の,、まあ、あのメ,メンツだとかね、 過去の,あのえ功績とか、いろんなことがあろうがなかろうがあ、あることについての事実関係と因果関係、責任の,あの有無、これは明確にどういう職権の人が、どういう立場で、どういうタイミングで何を言ったからこれが起きたということは、解明して、それは広く知らさなきゃいけないんですね。日本が戦争で負けたのは、この責任追及、犯人捜しをしなかったからなんですよ。 だから、戦訓が次の戦闘までにフィードバックされて生かされない、負けてもあの更迭しない人事とか、ですねあの負けても戦,あの戦術を変えないとか、ですねそれはその一生懸命戦ってあの死んだ人たちに申し訳ないみたいな、それでも同じ間違いを何度も繰り返すみたいなことを日本はやって、これはのあの、自民党さんも、ね、あの人間日本人の組織ですから、 ここで本当は犯人捜しをして、誰がその横やりを入れた、やっぱりそのえなんだ、不記載を続けなきゃいけないんだと、俺のパーケンあのうけに支障をきたすんだといった人をちゃんとまあえ清和会と、清和犬として、この人とこの人とこの人が横入れを入れましたと、ちゃんときちんと解明して、国民 に知,ら知らせしめて、マスコミに知らせてです、ね、それでちゃんと、えー、その人の責任を問うと。じゃねえと、他の人を全員巻き添えしをしているわけでしょう、今。そんなこと考えもしなかった人たちまで、裏側に復活した,かたしたかったと全員が思ってると思われているわけですよね。で、そういうことが、あの派閥全体の責任で、派閥を解消しろだのね、そういうことに言っているわけで、私は、日本型のちょっと失敗した人を守る。 その守るという作業は美しいように見えるけど、全然そんなことない。何も改善がしないという日本の悪弊が。この問題でも今出ているなと思います。はい。あの、それも重要な指摘ですね。あの。まあ、確かに、例えば。あの、さっきの対戦に関してもね。あの。まあ、失敗の。研究とかね。そういう本。は。いろいろ出てますけれども、しかし。えー そういうものがきちっと評価される土壌ってなかなかないんですよね。えーえー、だからそれ例えばねあの試合にしたってあの、まあ、サッカーだろうとバスケットだろうとねあの負けた時にはですねなんで負けたのかって戦術から戦略含めてね全部総点検するわけですよね。うんまあ、だから今回は その政治家がそれができないのであればですねこれやっぱりジャーナリズムがですねそこをしっかりやらなければいけないんだけどそういう仕事を今やってる人は非常に少ないですよねそういうまたメディアがねそういうスタンスで取り組むっていうのはもう全部こう政局ネタにしてそれであとはその派閥の弊害と裏金だ政治とかねだってこれあの 三十年前にね、繰り返してるだけですよね。放送がないかができる前のことをね、できる前の時のあり様をそんな感じがします。あ、一個いいですか。はいどうぞ。あのね、多分その犯人探しは検察はまだ僕は諦めてないと思ってます。うん。はい。ええ、あのとりあえずあの昨日からあの国会始まっちゃったんでっていうところで、はいええ。 やっぱり一番そこの核になる部分になりますんで、えー、この通常国会が終わったら、またいろんな角度から検察は動き始めるだろうという、まあ、僕はあの確信を持ってます。だからあのい、今いいんだっていうことを言うつもりはないです。ま、えー、まだまだ僕は終わってないと思ってます、はいはいえー、ということで、じゃあちょっと次、この,、ね、こ,のこと、まあ、これ大きな問題なんで。 あの本当に時間全部使ってもいいんだけども他にもうちょっと話さなければいけないこといっぱいあるんで、ねえー、次にしますけど、えー、次の話題に移りますけどね最後にちょっとだけあの冒頭私が今日申し上げたようにあの今回の問題って、えー、もう一つその検察の動きというものが一体何なのかっていうこともねこれそういう視点を持つってことは必要だと思いますよ。 これはあの田中角栄が逮捕された時と同じですからあの時はあの要するに田中金脈問題っていうものが文藝春秋から出てですねそれで大きなスキャンダルとして非常に焦点が当たってそして田中角栄さんのその 政治スタイルがこう批判されていった中で、えー、突然飛び出したロッキード事件というものがあったわけですねダグラス・グラマン事件というのもそうで、えー、特にロッキード事件に関してはですね日本の裁判で証拠に採用することができないものアメリカの議会証言ですとかあるいは公聴、えー、会の証言とかですね まあその中で一つで「ーちゃん証言」っていうのがね有名なのがあって当時私はあのよくからかわれましたよ「ーちゃん証言」なんて言われて。<laughs> 西村紅一、吉田紅一郎。コ <laughs> <はい S 1> ちゃんン。<laughs> 小学校でピーナッツ作ったのかとかよく言われました。大学の時ですけどね。それでね。ま,<あ笑>まあ冗談されておきね。要するに日本の検察はねその小学。 証拠に採用できないものを採用して裁判所もそれを認めてそれで有罪にしたんですよ田中角栄を。明らかにこれアメリカのアメリカの意図に沿ったことをやったとっいうだけなんですよ。でそういう歴史的な事実があったわけで,でおまけに田中角栄さんが亡くなって、えー、決心した後にですね証拠にしたそういったアメリカの証言をですね 取り下げてんですよ検察は亡くなった後にそんな馬鹿げたことありますそういう問題をちょっとねあの頭に入れておいてほしいなと思いますよ今アメリカは何を考えているのか本当にウクライナだとお金出せないわけでしょう、うん、あれその件で関連で一言いいですかはい、はい、あのよくね、まあ、今回ねまあ一旦僕は いった止まっただけでまた始まると思ってるんですけど、まあなんだ、この程度かよと、検察の成果はね、いや、そうなったら大事ですよ。いや、実は僕はそう思ってなくて、検察の目的っていうのは、つまり圧力です、つまり今回、何の立件もされなかったところも同じように抱えてるわけですよ。 特に何々派、何々派はですね、うん、え本来であれば同じようにお沙汰を受ける、立件されてもおかしくないようなまあ疑いがたくさんあるんだけども、今回は清和検と止水会だけだったと、最後にちょっと宏池会も入ったと、でも一番戦々恐々としているのは、今回、その対象にならなかったところに対しては、検察は大変な圧を。 かけることができているので、ある意味アドバンテージを取っている。その背景には米国があるっていうようなことは、もう容易に想像がつきますよね。だから、ここが検察と警察の役割の違いのような気がします。はい、うん、うん、そうですね。はい、えー。なかなか興味深い話になってきたので、もっと掘り下げたいんだけど、時間がなくなっちゃうんでね。<laughs> じゃあこれはまたあの。 次週、次週や,やりましょうということで。でではい。はい、特集でちょっとやりたいですね。三人で徹底的にやりましょうか。えー、じゃあ、えっ、ー、と、スタッフティさん、すいません。次お願いします。はい。次行かせていただきます。はい、最初に西村さんが東アジアも不運気を告げているというふうにおっしゃいましたけども。かなり、危険な兆候が出てきました。十四、はい、番。さくさんお願いします。